2020年おそらく最後の発売でしょう。こちらのキット、いやー相当ボリュームありますよ。はい、こんにちは、ひろきです。ということで今回はタミヤミニ四駆新製品を紹介していきます。それがこちら、ネオ VQS アドバンスパックになります。ネオ VQS のキットとレースで活躍するためのチューンナップパーツをワンセットにしたスペシャルパックです。スピードをアップするライトダッシュモーターをはじめ、前後のブレーキやサイドマスランパーなど完走率を高めるパーツも用意。 ABS 樹脂製ボディは精悍なスモークカラーとしました。ギア比は 3.7:1、 組み立てに必要なスパナやレンチ、ゴムパイプもセット。これだけのボリュームがあって2800円って安すぎないかな。それではネオ VQS アドバンスパックを作っていきましょう。ネオ VQS、 もうかれこれ何代目になるだろうか。それでは開けていきましょう。まずはこちら、ネオ VQS のボディ、スモークカラーとなっております。シャーシは VZ。 今回入ってた金型というのが2番になってます。5本スポークホイール、カラーはイエロー。今回のゴスポホイールよく見てみると、お、前後ホイールともトレッド幅が一緒になってる。ベアリングの接地面も加工済みとなってます。タイヤがというとプリントは特に入ってませんが、スーパーハードタイヤとなってます。ギアカバーなどの A パーツというのがクリアイエロー。おー、かっこいい。ターミナル、ギアなどが入ったもろもろのパーツ。お、ここにライトダッシュモーターが入ってますね。ステッカーはこちら、貼る枚数少なくて楽そうだね。あとはアドバンスパックならではの FRP プレート各種とブレーキスポンジ、それと説明書が入ってます。はい、内容物はご覧の通り。組み立てをどうしようかな。もうあらかじめマシン部分は完成させていこうか。はい、ネオ VQS アドバンスパックレースマシンが完成です。通常品番のネオ VQS に追加されたパーツというのが、ノーマルタイヤよりグリップが少ないスーパーハードタイヤ、ダッシュモーターの中でも中級者向けのライトダッシュモーター、ギア比 3.7:1 のハイスピード EX カウンターギア。さらにカウンターギア取り外してみると、カーボン強化ギアと中空プロペラシャフトが標準装備となっています。だからもうすでにこれだけでネオ VQS のキット1100円ともろもろのグレードアップパーツ合わせた金額というのが2460円、アドバンスパック2800円なのに、まだこれだけのパーツがあるから一体どれだけ安いのこれ。では残りのパーツも取り付けていきましょう。何気にローラーの取り付けで、ビスより強度のあるキャップスクリュー、これもまたパックに入ってるってほんとすごいね。ではキャップスクリューにスプリングワッシャーを通して FRP ワイドステイに取り付けていきます。 FRP のローラー取り付け穴、
ローラー径によって取り付け穴が違いますので注意しましょう。では真鍮を通して13ミリプラローラー、ワッシャー、スペーサーを2つ、もう一度ローラーを取り付けて、ワッシャーの上にナットを回し入れて、スパナとレンチで締めていきます。はい、こんな感じに取り付けられました。ローラーからはみ出たビスはスタビボールで保護していきます。ではゴムパイプを使って回し入れていくと、このようにできました。それではこれをこちらの FRP プレート30ミリビスを通して、そしたらここにブレーキステーマを取り付けていきます。そしたら先ほどのローラーも取り付けていきましょう。スプリングワッシャーナットで留めましたら、ウェイトを取り付けていきます。はい、ではこちらを取り付けていきましょう。あとはこれをシャーシに取り付けていきましょう。はい、これでリアセッティングが完成です。リアブレーキセッティングとビスの頭でコースを傷つけないように2種類のスポンジを貼っていきます。説明書に合わせて切っていくと寸法通りになります。それではこれを貼っていきましょう。よし、いい感じ。フロントバンパーもリアと同じように説明書を見ながら組んでいきましょう。フロントブレーキを貼ったら、はい、これでフロントセッティングが完成です。最後にサイドマスダンパーのセッティング。すごい、サイドプレートまでついてるんだな。ではこれに30ミリビスを通してナットで留めてウェイトを搭載、スタビボールをつけたらサイドステーに取り付けていきましょう。では取り付けが済んだところで、はい、これでネオ VQS アドバンスパックが完成です。おお、これだけのセッティングを2800円で作れるっていうんだからお買い得だよね。まあ強いて言うならディアステーの2点止めだけがちょっと心配。 VZ シャーシの改造については過去に動画を投稿してますので、そちらも参考にしてください。ネオ VQS アドバンスパック限定商品となってますので、箱を見かけた際にはすぐにお買い求めください。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。